ナザレのイエス様のギフト、贈り物に気づきましょう。今日一日願った後の自分の周りの変化に気づいていましょう。私たちは辛い時、苦しい時、悩みがある時、さまざまな出来事にイエス様の救いを求めて、助けてください、救ってくださいと願い祈ります。時を構わず必死に祈ります。今の状況から少しでも救われるようにと、イエス様は、ナザレのイエス様は答えてくださいます。今の状況から変化しています。その変化は、それはイエス様からのギフト、贈り物です。感謝しましょう。その時その時にイエス様からいただいている変化、それをイエス様からのギフト、奇跡としっかりと受け取って、周りにシェアをしていきましょう。そしてイエス様の世界が、光がシェアすることで広がっていきます。私たちの前にもっともっとイエス様の光が広がり、一日も早くイエス様の世界が現れますように、神の御心がなされますように。